初代スペンサー伯爵、ジョン・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家。1734年、庶民院議員ジョン・スペンサーとその夫人である、ジョージアナ・シャーロットの間の長男として、ノーサンプトンシャーのウルソープに生まれる。1756年から1761年に、かけて、ボリック選挙区から選出されて、ホイック党の庶民院議員を務める。 1761年にジョージ賛成により、スペンサー死者とスペンサー・オブ・オールトラップ男爵に助せられ、1765年にオールトラップ死者の称号と共にスペンサー伯に受釈されたのが、スペンサー伯爵家の始まりである。元プリンセス・オブ・ウェールズ・ダイアナは子孫である。1783年10月31日に死去した。 1761年4月3日に、以下の借位を新規にノブされた1765年11月1日に、以下の借位を新規にノブされた1755年に、サースティーブン・ポインツの娘マーガレット・ジョージ・アナ・ポインツと結婚し、以下の子場を設けている。ありがとうございます。